無線機、信号隊ラジオはアメリカ陸軍が採用した組用無線設備セットの通称である。本来、SCR は無線一式セットを意味する当時語だったが、後に誤って信号隊ラジオと解釈されるようになった。SCR とは陸軍信号隊向きに考案された命名規則の一つで、少なくとも第一次世界大戦頃から使用されている。 SC で始まる3時の識別名は何らかのシステム一式を1文字、ないし2文字がこれを構成するコンポーネントを示した。以下のシステムでこの命名規則が適用された。信号体では、個々のコンポーネントの特定の組み分けを示すために、セットという命名規則を用いた。SCR 無線セットには、小型の SCR-536 無線機から、 高出力な SCR-299 車載無線機、SCR-584 マイクロハレーダーまで含まれた。SCS は戦闘機式、管制所で用いるような大規模な通信システム構築を想定した複数の SCR 無線セットの組み合わせを示すために用いられた。SCS の組み合わせには SCR の完全なセットのほか 送信機内し受信機のセットのみ含まれる場合があった。RC はサブシステムやアクセサリーの組み分けを示すために使われた。1943年の電子機器、形式共通命名システム採用に際して統合された。以下にアメリカ陸軍の核兵器が採用した SCR を示す。ただし、これはあくまでも一例であり。 実際には多くの SCR が陛下をまたいで使用された。ありがとうございます。